待ってまーす。どうもこんにちは。こんにちは。今日はジムニーのオートマミッションの学習。オートマミッションの学習。というのがあるんですけど。はーい。やっていきます。まずは前回話したけど、このミッションのファイブポイント。バルブボディをオーバーホールしたので、今回の学習をしてみたいと思います。はい、はい。まず最初に、学習値のリセットから。学習値のリセット。やっていきます。学習一回リセットして、で今度は学習させていこうかな、うん。これオーバーホールしたらいいんですけど、3速ホールド。3速固定になってしまって、ちょっと、走るときに変速しない状態になってて、でいろいろ調べたら、この学習をやって、治ったよっていう人がいるんで、まあ、ちょっとこれやってみて、もし治らなければ、ミッションごと乗せ替えします。やっていきましょう。はい。はい。この学習のやつっていうのは結構難しいものなんですか？学習は基本的には誰でもできるようになってますやってるんですけど、まあこの学習作業は、まあ、大体普通は整備士が行うのがあれかな。行きます。じゃ学習のリセットから、まずはイグニッションを、はい、オンにします。イグニッションオン。はい、イグニッションオンします。はい、イグニッションオンってこの状態ね。エンジンがかかってないけど、うんうん、このインジケーターとランプがついている状態。これがイグニッションオンなの？そう、イグニッション。これであと回せばエンジンかかる状態まで持っていく、はいはい。で、あとコンビネーションメーター内のオーバードライブ。オフランプを消灯させてください。はい。これオーバードライブってここについて。はいはい、これをついてると、ほら、あれがオフがついてる状態で、これを消しておく。使ったことないこれどういう機能なの？オーバードライブって結局エンジンの回転数、回してるこのより、はい、ミッションから出てくるアウトプットの回転数が高い状態、はいはい、要は疑似的に4速を作っている状態。1速、2速、3速までは、うんうん、エンジン回転数より低い回転数、はいはい、トルクを出すため。でもオーバードライブっていうのはエンジンの回転数より速い回転、うん、タイヤが出回る状態。へえ。じゃあこれにしてから次は、そして次ダイヤルカプラーの2番端子と4番端子の接続し、10秒以内に D レンジ、2レンジのシフトを3回繰り返し行ってください。で、カプラーは運転席アクセルペダル上部です。カプラー。運転席アクセルペダルの上部の。これや。で、2番と4番でこういうクリップ、そうクリップ使ってショートさせます。失礼しました。よろしい、よろしい、やって。はい、やります。2番と。はい。
ショートさせて、今ショートさせました。で、10秒以内に D と2のレンジを2回、 D と2、ね、2回、はい、でやったら、で2番と3番の、2番と4番の端子を接続を外して、はい、外して、で、キースイッチオフにします。はい、これで、これで一応リセットができてる、リセットができてる予定一旦エンジンかけてみようかな。これで一応ミッションはリセットされてる予定です。じゃあここから学習、はい、でここから学習していきます。ミッションので、まずエンジンを始動してください。始動しました。でエンジン始動をシフトレバーを PRNRN、D レンジ順にシフトしてください。スーファミのコマンドみたいだね。そうだね、絶対なんか出るパターンやっていきます。はい、まず P でしょ、リバース、ニュートラル、リバース、ニュートラル、 D レンジで P、リバース、ニュートラル、リバース、ニュートラル。これ今3回目、うん、4回目。で、5回目。こんなアナログなんだね。だからね、はい、今操作 3回から5回を繰り返し実行してくださいっていうのをやりました。はい、はい、で 今度 こっちが鬼門かも、うんうん、ゆっくりとした運転で 15% アクセル回動しながらレバーを 1,2,3,2,1 のレンジシフトしてください。12回から15回、難しい15% だからね、できるかね。どうしよう、とりあえずこれ 15% 走行しながらなので、はい、一旦外出ます。はい、安全運転で。じゃあシートベルトお願いします。はい、よし、よいしょ。 あともう一つちょっと、もう一つの予定があるので、それもやりながら、はい、ちょっと買い物に行きましょう。これ 15% って誰が分かるか本当にね、ゆっくりとした運転、アクセル回度 15% で走行しながら。 15% が難しいなあ。ちなみに今エアコンかけてません。多分エアコン負荷がかかるからかけちゃいかんとか、多分そんな感じなのかな。なるほど、うん、回転数変わるしね。うん、今日が風あって涼しくてよかった。だからね、多分沖縄これ夏場は大変、うん、あとやっぱりあれだね、緊急事態宣言が、うんうん、解除になったから、交通量がやたら増えた気がする。増えた、増えたよね。増えた、平日もめっちゃ渋滞してる。うん、行きましょう。ちょっと速攻引っかかる。
15%。 おそらくこれ 15% なんで、まあ、大体20キロぐらい、回転数は2000ぐらい。待って、後ろ生かす。この操作が1レンジ、2レンジ、3レンジ。そうそうそう、1は1って書かれてないからね。どっちかっていうとドライブって書かれてるから、うんうん、そう。へえー。ちなみにドライブの下、うん、絶対 15% じゃない、アクセル。D、ドライブ D マークの下が2番だった場合、うんうん、2って書かれてたら3速オートマ。おうおうおう。でこれが3だったら4速オートマ。ああなるほどね。それでもう分かるんだ。そうそうそう。これを12回から15回繰り返して実行してください。で12回から15回実行した後には今度 25% で同じやつを12回から15回。あーでもダメかな、シフトチェンジしてない気がするな。なんか回転数が4000まで上がっちゃってるね。ね、3速固定されてるくさいね。ちょっと難しいな。普通で走ってればいいんじゃない。それはある気がする。なかなか天気もどんより曇り空、ね、できたかな。3速固定されてたら手応えないな。ほら、シフト切り替わらんもん。うん、そうだね、一緒だね。ダメかな。もうちょっとやっていきます。